こんにちは、お絵かきです。今日は皆さんが配達の時に使っているバッグの中の緩衝材について話してみたいと思います。こんにちは、お絵かきです。バッグの中身の緩衝材というのは あの商品が中で暴れないように隙間に詰める、まあ、人によってはタオルだったりとかプチプチだったりとか、まあ、いろんな布とか、まあ、人によっていろいろだと思うんですけど、詰めるものが、僕はですね、もう以前からもうだいたい Uber を始めた当初ぐらいからサバイバルシートを使ってるんですね。これはブロガーの泉啓太さんの Uber ラクラクというブログのですね影響でそれを使い始めたんですけど、結構このサバイバルシートって評判が良くてみんないろいろ使ってる人多いんですけど、そのサバイバルシートにもいろいろあって、品質というかいろいろ差があるんですよ。でなんでサバイバルシートが選ばれるかっていうと、まあ保温性に優れているっていうのと、あと畳むとコンパクトになる、で軽いっていうのもあるんですね。この3つの利点がズバ抜けて他のタオルとかプチプチとかその辺に比べて優れているので皆さんに選ばれているということだと思うんですけど、そのサバイバルシートにもいろいろあって、いろんなところで売ってるんですよ。アマゾンとか100均とかでね、例えばこれ100均で売ってるサバイバルシートなんですけど、アルミ保熱シート、これセリアで売ってます。これ100円です。1枚入って100円です。これがどんなのかっていうと、こういうやつですね。畳1畳半ぐらいの大きさになるのかな、まあ、これでも全然いいんですけど、まあ見て思ってる人結構多いと思うんですけど、うるさいんですよ。カサカサ音が大きい。で比べて、例えばアマゾンで売ってるもの、これなんですけど、アマゾンで売ってるサバイバルシートです。これは1個ですけど、これが3つ入って、800円です。結構しますよね。しますけど、結構お値段はあるんですけど、それなりに物はいいんです。これも大きさはさっきのサバイバルシートと一緒です。一緒なんですけど静かでしょうね。この肌触りもちょっと布っぽい。とても扱いやすいです。サバイバルシートを使うんだったら、まあ、ちょっとお値段は張りますけど、断然アマゾンのこっちを選んでくださいっていう、まあ、お願いなんですけど、お願いってですね、まあ、ずずしいっちゃずずしいですけど、だから緩衝材としてはサバイバルシートはとてもおすすめなんですけど、100均とアマゾンだったらアマゾンの方を選んでほしいなって僕は思います。それだけです。そういう動画でした。ありがとうございました。